い、どうも、ビバです。今回の動画は、こちらの上畑さんから出ている小型レイアウト用の生化石セット 500g 入り小型水槽テラリウムにぴったりレイアウト用小さめアクアリウムロック、こちらを見ていきたいと思います。当然お店の中で開けて確認するわけにはいかないので、この隙間からこう、あ、こんなのが入ってるのかっていう感じで見てる方多いと思うんですよね。こちら開封してどんなもの入ってるのかを確認して、こちらの100均で作ったちょっとレイアウトトレイというか、100均のトレイに人工芝貼り付けたやつ、ここになんかレイアウトしてみたいなと思います。ネットで買える生化石というと、同じく亀畑さんの 10kg 入りでしたっけ、生化石の形状任せレイアウトセットみたいのがあって、以前当チャンネルでも生化石ガチャという動画をアップしたんですけど、3000円ぐらいで売っています。あとは同じく亀畑さんでこういう手のひらサイズの生化石単品で売っています。ビニール巻きでぐるぐるってなってて500円っていう感じで売ってるのがあるんですけど、こういう単品の生化石もネットとかアクアショップで購入することができます。こっちは一つずつ梱包されているので、自分で好きな形を選んで買うことができます。あ、ネットだとお任せになっちゃうんですけど、生化石は結構ネットでも買えるし、形もかっこいいし、水槽のレイアウトしたい人、使い勝手がいいと思います。それでも僕使ったことないんですけど、あ、1個ボトルアクアで使った。結構ね、かっこいいんですよね。水に濡らすとまた質感が変わってかっこいいです。まあ話はそのぐらいにして、こちらを開けてどんなもの入ってるか見ていきましょう。ちなみにこれネットでもリアルのショップでも500円前後で買えると思います。500円、600円で買えるかな。じゃあ開けていきます。相変わらず台本なしで喋ってるから話がとっちらかって困ったもんですね。生化石セット開けていきます。これ実際お店で開けたらやっぱり怒られますよね。あ、一番上こんな感じの入ってます。結構ゴロンとしたやつ。おお、これ、あ、これいきなり当たりかもしれない。なんか遠くの山って感じですね。これも大きいサイズ。なんか割れたかけらっていう感じですね。多分割れた断面がこの黒い部分ですね。内側だとこんな感じ。あ、なんか遠くの山っていう感じですね。それしか言わない。これ一個一個見てったらあれですね。ちょっとザーッと出しますか。よいしょ。どのくらい入ってるかですよね。このぐらい入っています。あ、こうやって見ると 500g。なかなかの量が入ってますね。あ、これとかどう？これかっこいいじゃん。こんな色のもあるんですね。え、これすごいかっこいいですね。サイズ的にはこの指ぐらいの小さいやつとかも入ってるので、こういうくずくずって言ったら失礼か。こういったなんか本当に小石っていう感じのかけらも入っていますね。これはパッケージの中で割れちゃったのかな？こういう割れちゃった感じのやつも入っています。あとすごい薄いやつとか、なんか原始人が矢尻とかに使えそうなやつ。なるほど、こういう感じのが入ってるんだ。じゃあちょっとグループ分けして置いてみましょう。さあ、500円で手に入れた生化石はどんなものが何個入っているのか。ちょっとサイズ的にはこれが大きいグループですね。これも大きいグループかな。よし、こっちに入れて、この中ぐらいシリーズ。こんな感じかな。ちょっと縦長というか、細長い系。それと、これ薄くてなかなか使いどころが難しいけど、まあ、これも多分うまく使えば使えるんですよね。あとはこのちっちゃいものシリーズ。こんな感じか。はい、500円の生化石セットにはこんな感じの生化石が入っていました。数的には大きいのが1、2、3、4つ。で、中くらいのが1、2、3、4、5、6、7、8、9個。そして、このくずくずのが1、2、3、4個。合計で17個。意外とボリューミーですね。この小さいボトルにこんなに入ってるんだ。開けてみた感想としては、なんかかっこいい石も入ってるんですよ。これとか、これとか、なかなかいい感じ。で、サイズ的には、どうしてもちっちゃいですね。そこは仕方ない。上畑のレイアウトセットの3000円ぐらいするやつは、大きい石が1個と中くらいのが5個、それとちっちゃいやつが5個入ってて、全部で11個入ってるんですけど、それの中の一番ちっちゃいやつ、これです。これが上畑レイアウトセットの段ボールのやつの一番ちっちゃいサイズの生化石。これと、まあ、大体同じぐらいのサイズ。これが4つ入ってるので、これ500円で買えるのはなかなかリーズナブルかもしれないですね。どうしても段ボールの生化石セットは小サイズが5個って決まってるので、小サイズもうちょっと欲しいっていう場合もあると思うんですよ。僕なんかは実際、この小サイズのもうちょっとちっちゃいの欲しいなと思って、一つこの石砕きました。砕く前にこれ買ってくれば、もっとちっちゃい石が手に入ったので、
ちょっともったいないことしちゃったなとは思うんですけど、上畑のレイアウトセット、段ボール一つとこのちっちゃい生化石が入ったボトル、これを一つ合わせて買っておくと結構隙がなく生化石揃えられるかもしれないですね。ではせっかくなのでこのボトルに入っていたこれらの生化石使ってなんかレイアウト頑張ってみたいと思います。さあ果たしてビバークアに岩組レイアウトはできるのかどうか、やっていきましょうか。これだと親石なんだね。親石とは言わない。でもこれらの石を使うとなると何型レイアウト、やっぱ大型レイアウト、真ん中がへこんでるやつですかね。なんか前もやってた気がするな、こういうの。何の時やったんだろう。なんかモアイを使ってやったような気がするんですけど、どうしてどうして。なんかね、ここら辺のこういうのかっこいいですよね。高さがないね。なんかやっぱこういう高さの出せそうなここら辺にこんな感じで配置されるとこんな感じ。おー、なんか影ができていいじゃないですか。これは上畑の45センチ用のレイアウトセット3000円くらいのやつの一番ちっちゃい石ですね。高さがあるといいですね。これサムネにしようか。あ、でもこれこのセット内容プラス1個使っちゃってるからね、ちょっとサムネ詐欺。面白いな、なかなか。はい、というわけで今回はこちらの生化石セット 500g、 こちらどんなものが入っているのかっていうのと、その生化石を使うとどんなレイアウトができるのかっていうのを試してみました。すいません、なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、まあ、こんな感じのこの手のひら大の木製トレイにこんな感じで石を使って遊ぶことができます。なんかちょっとした気分転換にレイアウトの練習とか使うこともできますし、実際こういったなかなか質感の豊かな石とかも入ってるので、これで500円なら楽しめるんじゃないかなと思います。今回はこの木のトレイにレイアウトしてみたんですけど、これを例えばボトルアクアとか小さめの水槽で使うとか、いろんな楽しみ方できると思います。ワンコインでね、これだけの数の石が手に入る、まあ、中にはすごいちっちゃいのもあるので、外れ引く方もいるとは思うんですけど、ちょっと買ってみると面白いかもしれません。一応ね、こういったボトルに入っていて、正面はパッケージシール貼ってるんですけど、裏側はガラ空きなので、なんとかねここからどんな石が入ってるか裏返して覗いてみて、多分振ったら怒られるので、隙間からどんな石が入ってるかチェックして良さそうな石があれば購入してみるのもいいかもしれません。上畑のこの小さい容器に入ってるシリーズは生化石以外にもいろんな石が売っています。気候石とか牧歌石とかいろんな種類があるので、ネットとかで種類確認して面白そうな石あったら買ってみるのも良いかもしれないです。今回この生化石ボトルアクア用に買ったんですけど、ボトルアクアって中に石を入れるとめちゃめちゃでかく見えるんですよね。この前スフィア立ち上げて生化石使ったんですけど、まあめちゃめちゃでかく見えちゃって、石しか入ってないじゃないかぐらいでかく見えちゃって、このぐらいの小さい石だとボトルアクアでもいい塩梅のいいサイズになるんじゃないかなと考えてます。まあ、そうじゃなくてもね、なんか大きい石の隣に置いてアクセントになったりするので、これから積極的に使っていきたいなと思います。それでは今回は上畑の生化石セットの紹介でした。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。